イエローハット原町店、イエローハット、野田倍号店、株式会社イエローハットは、東京都千代田区に本社を置く日本のカー用品チェーン。当初一部上場企業。創業者の鍵山秀三郎は、日本を美しくする会の発案、創設者で、社員による清掃活動や企業収益の一部を社会に還元する活動でも知られている。同業他社のオートバックスと並び、 カー用品量販店の大手一角である。国内でチェーン店を展開、海外にも店舗がある。黄色のカウボーイハットがロゴマーク。社名の由来は公式に人と車の共存や交通安全を願って通学時に児童が被る黄色い帽子からつけた。中華人民共和国での中国語表記はそのまま公帽子である。黄色い帽子を被ったタイヤのような猫のような マスコットキャラクターが存在する。名前は、ハットニャンかつては緑地に、黄色の帽子マークの外観で、イエローハットであったが現在では一部の店舗を除き、黄色の外観に統一されている。創業者の鍵山秀三郎は初めて就職した、会社での経験から、トイレ掃除が自分や周囲の意識を変え、会社や社会をも変えるとの信念を持った経営に、 取り組み、凡事徹底を提唱し、物を整理し掃除することは頭を掃除することでもあり、無駄や汚れに気づくようになるとの考えを持つに至った。その体験談や思想は、多くの書籍に集積されている。社員の掃除活動は、その後、社外にまで広がりを見せ、会社から半径 2.5km の道路、公園のゴミ拾いに始まり、10種類以上もある。 資源ゴミに細かく分類する作業にまで及んだ。さらに、ゴミ専用倉庫を建設したり、企業収益の一部を社会へ還元する動きにまで発展させる。1991年には、鍵山とその賛同者35名による日本を美しくする会が発足。掃除実践隊である、掃除に学ぶ会は、その後、全国122カ所のほか、中国、台湾、 ブラジル、ニューヨークなど海外にまで広がった。2017年12月1日、2016年8月から11月の新聞折り込みチラシで、カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に当店通常価格を記載していたが、実際には連続でセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えず、消費者の選択判断を歪めるとして、 景品表示法違反で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。タイヤで選ぶならイエローハット。でおなじみの CM 出演者。ありがとうございます。